ルメットちゃんなら。まつげが上がるやつよね。うん、とんでもなくはなくね。俺お母さんのやつで借りて内緒でやってみたけど、うん、目覚めてんだ。マジでやべえ。俺これの状況に入んの。前壁作ってくれないだろ。入る。さあどうですか。いや俺今完全やばい。みんな笑ってますよ。はい行ってください。どうですか。まとめさすが長い付き合いってやつよ、ね、ベラベラ喋ってるけど、お前めっちゃ男だからどうなのかな。皆さんということで今回は3人でした、はいはい、まとめて今回はですね、やっぱちゃんと顔作った方がいいね、うん、顔が綺麗なやつが女装するべき、はい、以上です、ありがとう、はいはい、バイバイ